はい、どうもチーズ。今回ですね、ドラゴンゲートの大阪大会がね、いよいよ迫ってきているということで、残りあと2日、3日ぐらいですよね。なのでね、そちらの方の、大阪大会、まあ、ディスティニーゲートというふうに名前がついておりますけれども、なのでね、そのディスティニーゲートに、ね、かけた運命的な試合ということでね、そちらの方やっていこうかなと思いますね。早速やっていきたいと思いますね。はい、まず2013年、土井対吉野。ですね。ドリームゲート選手権試合。吉野がチャンピオンで土井が挑戦者っていうね、この運命的な試合ですよね、本当にね。まあ、土井が裏切って、吉野のことをね、この年に。で、まあ、土井が、裏切って、土井がね、挑戦すると。で、その前に吉野が大和から取っているということで、こういうふうに戦うよってことになっちゃいましたね。はい。なので、まあ、ねえ、で、それでまあ、マスキラフォンとか決めたりとか、元タッグですから、土井善しっていう、今もね、土井善しとしてやってますけどね、裏切ったての、裏切りほやほやの時の試合やったんでね、もうなんていうんですかね、その一瞬にして裏切られた吉野と裏切った土井の戦いになっている、まさしくこれもまあ運命的なね、感じなのかなと思いますけどね。はい。で、続いて2024年、土井大和サイバー対進む堀口採用のトライアングルゲート。こちらですね。こちらはですね、まあ、何がね、その運命的になったというかというと、まあ、土井と神田が2014年1月からずーっと戦ってきてるんですよね。抗争が繰り広げられてきていて、でね、この時も土井が神田に仕掛けるんですよ。ね。で、だったんですが、土井がですね、神田に返り討ちに遭いまして、で、もともと痛めていた腕を逆に攻撃されまして、で、結局それが仇となって、まあ、自立を負けてしまったっていう感じですかね。はい、それが仇になって土井が負けて、トライアングルゲートが取られちゃいまして、トライアングルゲート取れずというね、感じになってしまいましたね。で、その後、まあ、土井は欠場になってしまうんですけどね。はい、そしてラスト一つは、2014年、ハルク対戸田のドリーミング選手権試合。これこそも本当に運命的やろうと思いますね。やっぱ同期の戦いで、ね、この組み合わせが初のね、ドリームとしては初の戦いじゃないですか。ね。で、それで、ビッグマッチのメインで、やっていくという、この同期のね、ハルク高木とか、とはまた違う、ね、いい感じの試合でいいんじゃないかなと思いますね。ハルク戸沢っていうのはね。なんか感動的というか。で、最後ね、まあ、試合が終わった後も二人ともね、けん、あのね、試合、いい試合をしたということで、お互いにね、ハグし合うんですけど、ね、まあ、でもやっぱこの二人の同期のね、お互いに、まあ、ハルクは苦労してドリームゲート取りましたし、ね、戸沢は最初こそはね、そんなハルクと高木みたいにね、こういうスター街道をね、トントンと登れたわけじゃないっていうところではね、ある意味この二人っていうのは、ね、まあ、高木と比べると、まあ、ね、確かにちょっと、ね、この二人のドリームっていうのはね、なかなか見れないんじゃないかなというのがあったのでね、まあ、良かったんじゃないかなと思いますね。やっぱ運命的というかね、この同期になったっていうところがね、やっぱすごいですよね。今もね、ハルク、戸沢、高木と3人ともね、別々のところで戦ってるんでね、すごい頑張ってほしいなと思いますね。はい、ということで、まあ今回この辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストコメントとかね、他でもね、とこちらに関する、ね、この試合も、運命的な試合じゃないですかとかあったらね、よろしくお願いします。それで今回はこの辺で終わります。